どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスタトスロゴス。始まりました。始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。よろしくお願いします。お世話になっております。お世話になっております。すいません。さあ、こちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオが、1日2店舗キコーナさんに行きまして、はい、全12回で、ジャグラーを打ってですね、はい、獲得枚数3333枚を目指すという番組でございます。そうです。がもう我々2人は達成しております。はい、もうあんなものはあんなものって言わない。あんなものはもう一応朝飯前ですわ。だ前回からもう、はい、あの前回キコーナ府中店さん、そうですね、今回あのこのキコーナ平井店さんに、そうです、来させていただいたんです。前回は僕らからしたら神回でしたからね。神回、もう前回のキコーナ府中店さんからですね、うん、もうジャグラ打ってません。もう正直だからもう前回のが最終回でよかったんじゃないかと。なるほど。シーズン3のそうよ、前回あんな感じで終わって今回、うん、ヘマこいて終わったらちょっともうまあねシーズン4がちょっと締まりを良くして終わりたいんですけども、まあ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 そんな前…なんですかこれは。気づいてたじゃん。あったんだから、ありました今。ずっとあったんだから。急にポンって出てこないでしょ。ありました。そうですよ。なんですかこれは。あなた誕生日いつですか。2月5日です。おめでとうございます。ということでご用意いたしました。いやすっごいすっごい嬉しいのよ。はい、すっごい嬉しいんだけど、うん、今これ大体1ヶ月ぐらい前だし、うん、今日あの実は1月の15日です、うん、だし、はい、うん、オンエアも2月15だよね。あ、25。ごめん。2月の25。2月の25がオンエアでしょ。はい。ちょうど俺たち真ん中だから、うん、なんかオンエアだともう終わっちゃってるし、うん、今だとだから全然その誕生日がないのよ。いやない。正月の俺だからこれをこれ出されて、うん、これ正月のなんかやるんですか、うん、っていう感じだから。いや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 、ちょっとちょっといじっちゃう。目がキラキラしてますよ。嬉しいんでしょ、本当に。何歳になったのよ。3歳ですか。7歳わかんないわかんない。37歳。37歳。おじさんやめてください。37ちゃいって言わないでください。37ちゃい。37ちゃいじゃない。やめてやめて。あー気持ち悪い。やだやだ、見えてないけどヒゲが浮き彫りになってる。やめなさいよそんなことするの。これありがとうございます。やっちゃってよ。もう何歳になっても嬉しいですからね、うん、これ多分、はい、あのここのボタンポンって多分これで叩くと、はい、なんかいいことが起こるみたいなので、もうこれはもう違う違う違う、いや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 、これはさ悲しいってお前。あ、そうかい。そりゃコンビでさ2個あってさ、うん、こんなことある。一人でお祝いしたいの俺。いやそりゃそうよ。いや一緒にやろうよそれは。一緒にやらせてもらってよろしいんですか。お願いしますよそれは。光栄でございますよ。行きましょうよ一緒に。え、お断りします。やろう、やりましょう。行きますよ。せーの。何してんの。楽しそうだね。やっぱせーの。なんか最初はくたついてたけど楽しそうじゃない。行きましょうか。行きましょう。よし、行きますよ。まあまあ硬いからねこれね、うん、でもこれどうなるか分かんないんだよ。怖いよね。重くしていくよ、うんうん、せーの。もうちょっとボケなし。ボケたらもうダメだからね。いやそうだよ。どっちかがもうずれたらボケたら終わりだから、ね、終わりだからね。ちゃんとやろう、うん、どっちボケるなってだから。ボケないでいいよね。どっち。分かった。長い長い。分かった。行きましょう。はい、なんか一言ちょうだいよ。誕生日なんだ。行きますよ、はい、イジスさん誕生日おめでとうございます。せーの。おー、びっくりした。すげえ、すげえ、すげえ、ちょっとカメラが捉えなきゃな、すごすぎて。ちょっと待って、俺待って、今さ普通にさこのぐらいと思ったの。こんなあかんの。びっくりした。カメラが全然捉えられない。びっくりした。一発すぎてリハできないから。ほわ、あんな上がったね。これすっごい上がった。これのすごいめでたいです。確かに。あ、これすごい、すごいんだけど家ではやっちゃダメですか、うん、ダメ。これちょっとあの株式会社藤香さんの、いやすごい、皆さんぜひよかったら、よかったらご購入者でやってくれる。すごい楽しいですけど。全然これ。びっくりした。案件でも何でもないんだけど。いいねいいね。これ思ってる。すごいね。これありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この勢いで、はい、最終回、はい、ババッと勝って終わりましょう。ここは勝って終わりましょう、うん、それでは最終回頑張りたいと思います。行ってきます。さあ店内に入ってきましたよ、はい、入ってきました。はい、何打ちましょうか ねだからいつもはジャグラーだったからさ。そう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 、あれだけど、うん、こう何でも打っていいんだと迷うね。そうよ、まあ、迷うし、うん、いよいよここが問われるからね。そうだよ、そうだよ。一旦見てみるか。あー、態度悪い態度悪い態度悪いよ。絶対近づきたくないですね、こういうこういう人には。うわ、なるほどなるほど、ほどなるちゃん
ちょいちょいちょい。ちょっとお客さん、普通のお客さんがいるから。エヴァが来ました、1台。エヴァ来ましたね。あ、エヴァ1台来ましたよ。一応あっちも見てます。でもあっち混んでそうだね、寝台エリアで、ね、混んでそう、そう寝台エリアだから混んでそうだぞ、ここは。あ、のぎぱ打ちたい。あ、のぎぱ、のぎぱ打ちたいね。お、リゼロ1台空いてる、空いてるよ。これと、でもな、これとあれでもいいけどな、1台で離れちゃうもんね。そうなんだよ。エヴァとこれでもいいけど。虹さん何がいいの、ちなみに。俺のぎぱ。あ、じゃあでも1台しか空いてない。のぎぱとリゼロにしますか、じゃあ。あ、もう座ってない。あ、座られちゃった。どうしよっか。ジャグラーはもうあなた見向きもしないですけど。あ、もうジャグラーはもうイヤが王でも打つことになるんじゃない。いや、おい、イヤが王でも。いやいや、イヤって言っちゃダメなの。楽しく2人で海行ってます。何がいいと思う、海でいいと思います。海かユニコーンで乗っていいと思います。海ですか。海。あ、そう、じゃ海にしようか。さあ、台が決まりました。決まりました。ちょっとね、はい、いろいろ見たんですけど、なかなか決まんなくてね。はい。結局、海物語の桜199、はい、決まりました。桜199ちょっと初めて打つ台なんで、はい、ちょっとなんとも言えないですけど。そうですね、まあ、2人で乗り打ち頑張っていきましょう。199分の1なんでね、うん、100% ST に入るという。そう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 。50回転 ST のうち引き戻しがあるかどうかという、うん、はい、ボーナスが10ラウンド、5ラウンド、3ラウンド、3ラウンド当たりさえすれば、うん、チャンスは絶対に来る台なんで。そう、そっからもおのの引きです。そういうことよ。だからもう引きが試される台で府中店の勢いがあれば占ってみようかと。うん、行きましょうか。行きましょう。はい、ちょっと待ってください。今回も乗り打ちですね。あ、乗り打ちですよね。いいですね。いいですね。いいですよ、僕は。わかりました。まあ、ありがとうございます。ありがとうございますと先に言っておきます。はい。じゃあ乗り打ちで。乗り打ちでございます。俺実は海ってすごい歴史ある台でしょう。台よ。お、おい。何？え？あれ？夜桜全回転。全回転。ええ入った。小沢さん、え、小沢さん入りました。小沢さん入りました。やったー、小沢さんやっちゃった。すごい。これはやっちゃいました。嘘でしょ。嘘でしょ。しかも多分これ全回転だから、あれよ、10ラウンドよ多分。このキャラクター見たことない。 2回転ぐらいで。やばっ。え、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、今回すいません小沢さん、今回小沢さんにやっていただいて。ほら10ラウンド1400。やばっ小沢さん。嬉しい。正直未だに何が起こったのか分かってないから。よかった、早めに乗り打ち確認しようって2回転だから。危なかった。そうだね、すぐ確認してよかったわ。初めて打つ台なんでとか言おうとしたらすぐ来たね。もうそういうことじゃなかったもん。そういうことじゃなかったね。この50回で取り戻そうということですな。確率が37分の1ですね、加減中の、はい、ST 中の引き戻しが。来ました。いきなり入りました。いきなり。いいですね。ちょっと待ってよ。お、いいですよ、小沢さん。桜チャンス。これもどうだ、どうだ。魚群来い。ダメですね、魚群来なかったですね。はい、じゃ止めないと一回。ね、すいませんね、すいませんね。乗り打ちなんだからさ、ちゃんと止め打ちやってくれると困るわ。はい、すいません。お金垂れ流しちゃうと一緒だからそれ。あんまりね、海も海をね打ったことないから、魚群出たら熱いくらいしか知らない。魚群出たら熱いし、うん、その同じ図柄が2個とか出たら、あ、はいはいはい、3つ止まると、それが続くと熱いよ。
俺もう、うん、自分のじゃなくて小沢さんのばっか見てる乗り打ちそういうところあるねやっぱり、ね、いやマジで当たった方を見るっていうね。だって自分と一緒だからねこれもう。これが3回の続くとはめっちゃ熱い。もう2回いいよいいよいいよ。もう1回もう1回来たら熱いよ。あ、ここでリーチかかりそうだね。うん、かかりそうだね、うん、おあらあおろおろあらダメだ、外れました、外れちゃった。お、2回目2回目2回目来たよ。もう1回来い、もう1回来たら熱いよ。あ、ここでリーチだ。どうだ、リーチ張りました。これで降りてこい降りてこい降りてこい。そっか、4人来ないから降りてこないよな、そりゃなそりゃそうだよな。どうだ、ダメだ、終わっちゃう。ザワさん終わっちゃう。あー、ザワさん終わっちゃうか。ラスト終了、終了しました。まあまあ、でもまあまあね、うん、あんな速さで入って、まあ、とりあえず10ラウンドありましたから。10ラウンドあったし大きいよ。10ラウンドあったのがでかかったね。でかかった、うん、お、逆に行ったぞ。これはどうだ、連れてくるか。ダメだやっぱ知ってますね。え、知ってますねやっぱ海いやいや、あ、どうだ。でもこのやつは打ったことないのよ、うん、他のは結構、はいはい、いろいろ海シリーズは結構打ってんだけど、うん、このシリーズ打ったことなくて、でも1年ぐらい打ってないんだよ海。あら、結構好きでしょ実は 海結構好きよ。そうだよね、初代から打ってるからね、一番最初の、もうデビューの時期だ。デビューの時期、あと安定してるからね海はね。まあね、そんなにその、うん、激しくないから、うん、危なくない。確かにそれよく聞くわ、あの激しくなくて安定してしっかり遊べるっていう。そう、あと分かりやすいし、うん、ゲーム性が。リーチ、おい、何何何何何何なに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 、ん、なんかみんなどっか行っちゃった。なんですか、初めて見た。リーチ、あら、なんかいいよ、なんかいいよ、こっちもいいよ。あら、なんか、お、入ったんじゃない。入った、入ったよ、入った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 入りました。小沢さん入っちゃった。小沢さん入っちゃったじゃん。入りました。小沢さん入っちゃったじゃん。小沢さん、はい、入りました。入っちゃったじゃん。小沢さん、いいですね、いいですね、最高じゃない。ちょっとでもなんかこれシステム的に初当たり引きやすいけど、うん、そこまで爆連させるのが難しいだけだから。そうね5連とかさせたらいいよ、うん、5連ちゃんとかしたらもう全然続いてほしいね。とにかくね、全然でかいです。なんか乗り打ちだと、うん、自分じゃなくて、うん、小沢に出してもらった時の気持ちいいかもしれない人任せか。なんかやっぱ自分がめっちゃ出てて、うん、相手が負けてるとハッてなるかもしれない。ちょっと心の中であれ本音出ましたね。やっぱ、うん、俺が出てるんでこいつ出してくれてるわっていう方がなんか、うん、あ、まあ、安心感はあるよね。なんか確かにね、嬉しい、うん、まあそれは普通だったら性格悪いなっていうとこだけどさっきの府中店で僕はそれを嬉しいです。やってもらったから。あれ違うか。うん、違いますね。なんか起きてるよ。お、出てこい出てこい出てきた出てきた出てきたよ。お、いっぱい出てきたよ。いっぱい出てきた。ノリ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 マサノリ。いやいや、錦鯉さん。え、錦鯉さんです。ノリノリマサノリじゃないの本当今多分大学生しか言ってないよ多分それ思いっきり同じこと言うのは。入っちゃった。ん、モード変えてたら。モード変えちゃった、すいません。いや、いいんだよ、全然いいんだよ。リーチプッシュ。なんか、ああ、クラゲか。タッチ。あ、魚群来た来た、魚群だ、魚群来た。モード変えたら魚群来た、いきなり入んじゃない。あれ、あらあらら、あらら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 、
俺マリンモードでやってる人久しぶりに見たな。あんま見なくない、マリンモードやってる人。終了。連チャンはしないんだね。連チャンしないね。連チャンはしない、なかなか厳しいね。2連チャンか今。うん、やっぱり実さん暴れたくなってきてるね。うん、連チャンするの打ちたくなってきてるなって。連チャンするだ打ちたいな。物足んなくなってきちゃったな、なんか。いやいや、そのいい出してもないのに。そう、出してもないんですよ、まだ。なんか物足んなくなってきちゃったな。確かにな、なんか爆発したの見たいよね。見たいよ、うん、シーズン3、いろいろあったシーズン3が終わるんだから。そうだね、最後穏やかに終わりたくないよ、俺は。暴れて終わりたい、暴れて。大暴れ、やっぱり大暴れしたい。パチンコ熱が今えげつないからね。そうです、もう寝ても覚めてもパチンコだもんね、やっぱ。寝ても覚めても、寝ても覚めても俺はパチンコをやるんだ。どうしました。すごいビジュアル系バンドみたいな声出るんだね、そんなね。ちょっと見てきますか、他の台。私早い、早いね。いいですよ、いいですよ、行ってきて。ちょっと見てきましょうか。エヴァはね、空いてないですね、やっぱりね。乃木パが1台空いてますね。教えてあげましょうか、伊地さんに。何ですか。乃木パが1台空いてましたよ。回転数は。回転数、あ、取られちゃう、取られちゃうかも。セーフ。122です。122ね。はい。でも1台でしょ。1台。右角？いや、真ん中です。真ん中ね。小沢さんと打ちたいけどな、うん。まあね。なかなか空いてなかったですね。空いてないか。乃木パがね、ちょっと空いてればね。乃木パ打ちたいね。打ってみたいんですよ。まあでもここでずっとやってれば移動してもいいかもしれないね。そうよ。だから本当に先行っててよ、乃木パ。でも知識ないですから、やっぱ伊地さんに見せてもらいたいんですよ、本当に。空いてるかどうか見てくるか、ちょうど空いてるか見てくる。え、ごめん、何様のつもり。俺打ってるから、ちょっと空いてるから、うん、ちょっと見てきて、行って、ちょうど見ていきましょうか。俺打ってるから今行ったんだけど、ね、急いで、俺打ってるから。行ったよね、ほら、打ってるから、見てきて早く、ね、行ったんだよね。とっととバカ面下げて。なんだあいつ、なんだあいつ。これ入るんじゃない、これ入っちゃうんじゃない、これ入っちゃうんじゃない。え、何？入る？入る？いや、行ってこい、行ってこい、早く行ってこい。入るの？早く行ってこい、小沢。二度と戻ってくんな、二度と戻ってくんだよ。なんだよ、あいつ。お、あ、乃木パとリゼロが開いたよ。何？乃木パとリゼロが開いたよ。それ打つ？いいよ、後ろ倒しで。そうしようか。いいね。おい、なんだよ。下パ取っといたか。あ、行ったよ、行けよ、早く射程取っといたから。行けよ早く、うるせえな。なんだあいつ。楽しいんでしょうね、多分。すごい楽しい。今日誕生日祝ってもらっちゃったから、もう嬉しくて嬉しくて。もう1400回ってんじゃん。あ、そうね、本当だ。回転数見てなかったわ。1400余ってますよ。はい、これはもう突っ走ってください、小田さん。さあ、大移動しました。はい、今週から出ましたリゼロの寝台ですね。とりあえず鬼がかりラッシュに入れようという台ですね。僕がパチンコを乃木坂46、略して通称乃木パということで、はい、プライベートで最近僕がね、うん、毎日のように打ってる台ですね、これは。そうね、僕はこのね、ここでカスタマイズできるんですけど、うん、僕は色ホリーも、うん、金もラブブーストもレジェンドも花火フラッシュも入賞時フラッシュも全部激アツモードにしたいと思うんで、何かしらの演出が出た瞬間も激アツリーチになるという。やっぱ乃木パの知識はあるもんね、実際ね。乃木パの知識はあるよ。え、なんかいろいろ起きてるよ。でも多分小沢、はい、変動しなく、変動の1回転目だから、うん、大体長いリーチはかかりやすいから、それじゃないかなと思うんだよね、うん、そうなの。ごめんなさい、あんまりね、何の知識もないんですよ、信頼だし。でもリゼロに関して俺も知識がないから、ちょっと何も、うん、何とも言えないけど、何もわかんないんだよね。うん、ダメ。
ダメね。まあそりゃそうよ、1440回転座ってる台にハマってる台について1回転で入るわけない、うん、入るわけないよ、そんなすごいことないよ。それはその前まで打った人はかわいそうすぎる。どうですか最終回で大好きな乃木パを打たせてもらってる感想は、ね、まあだから打たせてもらってると言っちゃ打たせてもらってるなんだけど、うん、自腹だからな。いやいやいや別に自分の金で打ってるだけなんだよなっていう。シーズン3もいろんなことがありましたよ、今日で最終回ですけどね。えもう忘れました、うん、もうそんなこと。でもねシーズン3はね、うん、俺結構調子良かった。いやそうよ本当に、トータル多分勝ってんじゃない。ああ勝ってると思う、うん、初めてよ、長い歴史で伊地知さんが勝つのは初めてだと思うね。いやいやそういうことじゃないわ。メトスバトルスの最初の頃負けまくってたからマジそう考えたら、そうね、シーズン3は学習したよ、うん、頑張った。本当途中から立ち回りがすごく上手だったもんね。本当に頑張った、うん、これ入ったらいきなりぐるぐるらしいですからね。ちょっといいですか。全然なくはないですよ。はい、なかったです。あら伊地知さん、その乃木パーをやってから乃木坂のファンになったもんね、はい、そうです、はい、乃木パ入りで乃木坂のファンになりました、はい、そうだよね。最近ずっと動画見てるもんね、楽屋でずっと見てますね。俺もね、うん、見てるつもりないんだよ。気づいたらね、うん、見ちゃってんだ。見てんだよそれ、びっくりしたよ。しかも見てる時の伊地知さんの顔がニヤニヤしてて気持ち悪いんですよ。やめてください。小田さん、はい、キュッチャリキュッチ悪いんすよあれ。うん、小沢さんに言われちゃうそれ。そうですよ、たまに爆笑してるもんね。芸人のねネタ見るよね、うん、乃木坂見てるのが笑えるよ。にこやかな気持ちになる。いやそれニコニコしてるだけでしょ。やっぱ勝てないよ、爆笑はしないと思うんだよ多分。アイドルには勝てないやっぱり。伊地知さん一応誕生日だったじゃないですか。はい、オープニングも祝いましたけど、はい、どんな37歳になりたいですか。37歳ですか、うん、目標は1個。目標1個、あ、2個、2個、はい、なんですか。まず1個目、プトスロゴス、うん、シーズン5まで。おお、そして、うん、エトツプトスロゴス、うん、パチンコバージョンで。この2個なんか出てきてるよ。なんか出てきたね小沢さん。なんか出てきてるよ、手が出てきてるよ。さあこれはどうなんだ。おお、リゼロが落ちてきたよ。落ちてきたよ、落ちてきたよ。なんだ、どうなってしまうんだ。星3か、なんか微妙、青い感じ、微妙そうだね、微妙そう。もう一回、緑の感じ、赤になったらからの緑の感じ、緑の感じだ、緑の感じだ、緑の感じ、ミドカンだ、ミドカンリーチ。いけ、ダメな感じだ、はい、緑の感じだったから、ミドカンからのダメカン、ダメカンでした、からの白目カン、白目カン出ました。お、来ましたよ。お、なんかあります。ネクスト3チャレンジ、ここは推しのヨダちゃんでいきましょう。ここはでもこれはね、3回続かないと意味ないですから。あら釣りしてる、そんなにですよこれは。ここが、あ、赤まで行ける、あー、ここまでどうだ、ダメでした。はい、ということで、うん、なんか起きてる。でもこれはちょっと、うん、このモードにしててやっぱ色が保留が変わってくれれば激アツですけど、はい、ここは行くと思うんですけど、ライブゾーンには、うん、入りはしないようなね。もう分かっちゃうんですよ。もうごめんなさい、すいません、ドキドキさせなくてごめんなさい。普通こういう時にうわー来るか来るかって やるのが、うん、一流の芸人なんですけど、はい、すいません、僕今芸人というよりもパチンカーなんで、僕すいません。パチンカーって言うんだ。はい、パチンカーとはあれですか、
ただパチンコ打ってるおじさんのことですか。ただただ、うん、貪欲にパチンコを打つおじさんです。伊地さん、ノギパの何がそんな好きなんですか。ノギパは、うん、やっぱりその、まあ、通常時もそうなんですけど、うん、通常時はまあ本当によく通常時、やってらんない台って結構言い方悪いけどあるじゃないですか。はい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 、まあ、乃木坂はまあもうよくいい意味でですよ、うん、いい意味でまず見てられる、まず、うん、やっぱりここの僕のおすすめは、うん、京田君の台結構あるんだけど、ここの、 あの設定を自分でいろいろ変えられるから、うん、自分の好みの台にこう仕上げられるっていうところ、やっぱり、うんうん、これが魅力、うん、これを変えることで全然違うものになるから、これもうん、あとやっぱ何といってもね、これボーナスいきたいの、やっぱりおうボーナスが3種類のボーナス、まあ細かく分けると4種類のボーナスに分かれてるんだけど、うん、それぞれ面白い特徴があって、うん、それをぜひとも今日見せたいんだよね、俺は。だからなるほどね、そうだ、いいところをちょっと途中までにしてそうボーナス引いたらもう一回説明してくれると、そうみんなはこっちをやりがちだなっていうようなところで俺は違うやつをやるから。なるほど、ボーナス選ぶから、うん、その魅力を伝えたい、ちょっと。まあ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 、まあ、そんなもんですよ。どうしたの。いやいや、ちょっとリーチかかってね。小沢はい、取れ高ないよ、取れ高今んとこ海しかないね。海しかないよ、やっぱ当てないとダメだから、結局。そうですよ、なんか結構やたらリーチかかるようになってきたんじゃないの。いやでもダメなんです、もう分かっちゃってるんですよ僕、ごめんなさいだけど見てる人はドキドキさせられなくて、ほんとごめんなさいだけど、うん、どうせならそのモード解除すれば。いやだからもう僕リアルでやってるんで、うん、まあまあこれだから軍資金をいただいて、うん、やってるんであれば、うん、僕はやらせていただいてるんですけど、はい、僕は考え的にはもう自分のプライベートのパチンコを皆さんにお届けしてあげてるっていう立場。いやいやいや、上から物言うね。なのでその自分の好きなようにやらせていただきます、それは。あ、そうですか、ありがたい。だって、うん、負けたらじゃあ保証してくれるんですかって。いや何の保証もないですよ。じゃあ口出しないでよってこっちに。じゃあでなんかここにいるスタッフさんたちは俺らが負けてる方が国葬演出るからな。そうだよ、しかも先に言うけどもうこれこんなやってるけど入んないからね、これもう分かっちゃったから。もう分かってんだから。分かってんだから、こっちはこれ返信してるでしょ、うん、返信しようが入んないからね普通これ知らない人だから。熱いよ、熱い熱い熱いって何よこれ。熱そうだよ、すごい。熱くないのそれ。ここで消えてレジェンドに来たら激熱、はい、いやいや、そんな感じになったら。はい、ダメです、ごめんなさい。いやいや、熱いよ、もう見なくていいです。あれ来んのかな、出るかん出るかん出るかな、うん、出ないです。ね、見たでしょ分かってるんです、ごめんなさい。こんな人いないよね、パチンコの。いや、そうよ、そうよ、実践でこんなリアクションしない人。みんな他の芸人のやつとか、あのモグラとか、うん、鬼越とかイグジットのやつとか見てたけど、めちゃくちゃリアクション取ってたよ、うん、取ってるよ。でもあれってリアルじゃないから、うん、リアルはこんなもんなんだ。リアルはこう、いちいち一喜一憂してやってらんないから。うん、に一喜一憂しましょう、こっちはこっちは皆さん一喜一憂しますんで。こっちは本当に温かくしか喜ばないからねおって言わないからはい、え、多分入りました、多分入りました、もう分かります、もう入りました、多分入りましたって言うの。もう先に入賞時フラッシュが赤で来てるんで、うん、これもう激アツモードに、通常時でも激アツなのに今もう入賞時フラッシュ激アツモードしてるんで、うん、もうこれ入りました。はい、これは期待していいですよトイレ行ってこようかな、一回1分半後に戻ってくればいいんだもんね、当たってるから。そしたらもう一旦ここで CM 入れた方がいいかもな見どころだから。あの伊地知さんがドキドキしてるんじゃないの、もしかしたら。そう、変身です、乃木パマスター。これレジェンド行くかもよ、レジェンド。はい、ほら行きました、レジェンドね。いやいやいや、その俺言ったよね、行くって今してよ行きますよ。はい、おー、やった。ほらね、ほら、こういうことです。もう入賞しただけで分かっちゃうもん、入賞しただけでこっちはそう、ドキドキしなくていいんだから、もう
当たるんだから。ちょっとしてたじゃんちょっとドキドキしてたじゃんあんた。小沢さん、何よそれ。オフレコでお願いします。小沢さん実はドキドキじゃなかったじゃん、緊張してたじゃん。やめてよ小沢さん。これね、これはね、僕ミュージックチャレ、ミュージックチャレンジが好きです。これはなるほど、その説明ですね、さっき言ったやつ。これはあ、ここじゃまだまだだからね。これは、うん、あのラッシュに入るかどうかなんですけど、うん、ここの一発目のところで 3% とか 4% 来たら結構熱いです、うん、ここで、あ、ダメだダメだ、あ、これまずい、これまずい、終わりそう、これはまずい、これまずいです。頼む。おいった。おいいね。これ、これ僕ね、うん、ミュージック告知を入れたいんですけど、見せたいんですけど、はいはい、一発目はノキドキアタックでやらせてください。あ、なんでですか。僕流のやり方があるんで、これもう僕のプライベートを見せてるんで、はい、ここで僕は一発目は星野みなみちゃんを選びます。ここで星野みなみちゃんに告白したいと思います。まず僕は。なんでですか。推してるからです。シンプルに好きな。シンプルに推してるからです。なるほど、シンプルに好きなだけもう一気に告白タイム。どうだどうだ、あー成功しました嬉しそうだな。成功しました。嬉しそうだな。キュン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 言ってるよ。キュン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 言ってるよ。あとここの文字がですよ、この文字が白だから、うん、今白じゃないですか、うん、赤だと、赤以上だと、うん、あの10ラウンド以上確定です。何、あーダメですね。ダメ。はい、星野みなみちゃんに告白が成功したので、はい、次のボーナスからは違うボーナスで僕はやりたいと。ミュージックアタックでいきたいと思います。なるほど、そのモードが楽しいと。このモードが楽しいですね。これを僕はガチ信頼度モードというのをいきます。なるほど。これは基本的に最後に、うん、あのここが光る、ランプが光れば確定っていう。あ、見てください。はい、ゼブラ柄です。あら、確定です。本当だ、見てください、ゼブラ柄。これはここがランプが光ればいいとなってる演出なんですけど、うん、その他にいろんな隠しがあって、うん、何かしら異変が起きたらもう連チャン確定です。あら、濃厚です。濃厚。そして今ゼブラ柄だったら僕初めてです。ここゼロブラ、おめでとう。初めて出ました楽しそう。小沢さん、はい、よく喋るね。いじち、よく喋るよ。さっきまでよく喋るね。悪態しかついてなかったのに。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどん続いて。はい、そうですよ、これ小沢さんがやってると一緒ですからね。そうそう、また一発告知でミュージックアタックでいきたいと思います。ここからですよ。俺も当てたいな、これ。あと15分でスタート。どうだ。であのバーの色は、うん、赤でもないしゼブラでもないんで、他の演出を待ちましょう。真ん中辺が大事、ここ大事。真ん中で何か起きろ。お、起きないですね。あ、もう見て、ほら、色変わったでしょ、はいはい、この再生マークがずれてって乃木坂マークに変わってってますから、これは確定です。はい、こういうことです。ここにこれだから一発告知と見せて、いろんな要所要所に細かい演出が施されてるんです、非常に面白い。イジスさんも僕と会話したくはないですね。あれあれあれ、あんまり会話はしてくれないですね、私と。あ、ごめんなさい、うん、一人でプライベートで家に来てる感じでした。そうだね、いたんですね、小沢さん。いましたよ、後ろに。あれれれれ、あれ終わった。バン、リンゴが降りてくれば左右リンゴが登場しますよ。あら、ダメでした。終わった。あら、もう終わっちゃったか。4連はちょっと早いな。でも、ね、4連ですか、うん、その乃木パのいいところは、うん、終わった後に、うん、絶対に50回転、うん、帰り道モードって時短が入って、うん、90% 50回で終わるんですけど、うん、10% だけ100回でいくんで、おー、その時短中に引き戻しが結構あるんですよ。なるほど。なのでこれがありがたい。なるほどね。
お願いがあるんだけど。はい。って書いてあるの。絶対にダメって書いてある。書いたんで読んだだけなんですね。そうです。ちょっとね、何も起きなくなっちゃったからな。ここで止まれ。あー、終わっちゃいました。終わっちゃった。終わっちゃいました。あ、小田さん、はい、ちょうど終了、うん、ということです。なるほど。さあ、お疲れ様でございました。ありがとうございました。終わりましたね、シーズン3も。終わりました。なんか寂しいね。終わりましたね。寂しくはないよ、だって何シーズン4あるんだから。まあ続くけどさ。そうだよ。ほぼ一緒なんだから。言ってるだけで。結果発表しましょうか。はい、私がですね、あの12,500円投資で、はい、結果ゼロということで。あ、なくなっちゃいますね。なくなっちゃいました。なるほど。はい、ただ1700回ぐらいハマってるんですよ今、はい、言ってたリゼロが、はい、居残りをしてやっていきたいと思います。居残りやりましょう。はい、伊地さんは18,500円。あ、結構いったんですね。投資の、うん、投資の、うん、2138玉ということで。おお、マイナスですね。マイナスですね。マイナスですね。居残りですか。居残りはだってもう終わってますか、あちらは。あ、そうです。小田さんの見届けたいと思います。見届けてくるんですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、シーズン4、まあ確定してますけど、はい、はい、皆さんもぜひね、そちらの方お楽しみにということで、はい、シーズン3楽しかったなと思う方はあのコメントと、はい、高評価と、チャンネル登録の方、はい、よろしくお願いします。シーズン4がどういった内容になるのか分かりませんね。まだ分かんないから、ルールがね、まだ分かりません。ドキドキして待ちたいと思いますので、もしかしたらパチンコの番組になってるかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そちらの方もぜひお楽しみにということで、はい、はい、というわけでシーズン4もまた見てね。また見てね。